ウェファチャンピオンズリーグで7度の得点王、バロンドールを5度受賞し数々の栄誉を手にしているクリスティアーノ・ロナウド。先日は年俸約282億円という破格の契約をサウジアラビアのアル・ナスルと締結し、世界中のサッカーファンに驚きを与え、未来のサッカー少年にも夢を与えてくれている。今回はそんなロナウドが相手を絶望に陥れるほどインパクトある異次元のゴール10選を紹介させていただく。蹴った位置が2メートル超え、誰も真似できないオーバーヘッド。2017-18 シーズンのウェファチャンピオンズリーグ準々決勝にて、後に所属することになるユベントス相手に決めたスーパーゴール。1-0で迎えた後半19分に、右サイドからエリア内に侵入したディフェンダーダニエル・カルバハルの右足でふわりとした浮き球をペナルティエリア中央に送り、ボールに合わせるためゴールから遠い距離に走りながらステップを合わせ、右足でオーバーヘッドシュート。コントロールされたシュートはゴール右隅に向かい、ゴールネットに包まれる。21世紀のベストゴールキーパーとも呼ばれるゴールキーパージャンルイジ・ブッフォンも、ただボールを見送るだけしかないほど完璧にコントロールされたシュートはまさに芸術と称するほど美しく、花があるシュートをチャンピオンズリーグという大舞台でロナウドは見せてくれた。当時の報道では蹴った位置が地上238センチにも達したと言われており、その高さから体を回転させシュートを枠に飛ばすことができる技術の高さや、ボディバランス能力の高さ、ボールコントロール能力の高さと、多くのスキルが備わって生まれたスーパーゴールであり、裏に秘めるロナウドの多大なる努力が浮かび上がってくる。大舞台で決めたラストチャンス、スペイン相手に決めた芸術的フリーキック。2018ロシアワールドカップでのグループステージ第1戦でのポルトガル対スペインの試合で生まれた芸術的スーパーゴール。後半42分に自ら倒されて得たゴール正面でのフリーキック。ここまで2得点とノリに乗っているロナウドは、ゆっくりとした助走から右足を振り抜いたボールは鮮やかなカーブを描き、壁をわずかながら越えて見事ゴール右隅に。相手ゴールキーパーも反応できず、ただ見送るだけとなってしまう。このゴールでロナウドはハットトリックを達成。スペインにとってはポルトガル相手に3点も取ったにもかかわらず、最後の最後で勝てなかったというダメージと、試合通じてクリスティアーノ・ロナウドただ一人にやられてしまったことの絶望感を与えるゴールとなった。途中出場からの決勝弾、クラシコで見せたスーパーゴール。現地時間2017年8月13日に行われたスペインスーパーカップのファーストレグ、バルセロナ対レアル・マドリード戦。スーパーカップでは5年ぶりのクラシコで、両チームとも緊迫した展開が続いており、後半5分のピケのオンゴールまでなかなかスコアが動かなかった。畳みかけたいマドリードは後半13分にロナウドが途中出場を果たすも、反対にバルセロナの反撃を浴び、メッシの PK で同点に。しかし後半35分にカウンターで前線左サイドにいたロナウドにボールが渡ると、華麗な足技でピケをかわし、わずかな隙をついてシュートコースを確保し、右足を一閃、ボールはここしかないというコースに飛び、ゴールキーパーも手が届かずに見事勝ち越しゴールを挙げる。カンプノーで行われアウェーの試合ではあるものの、バルセロナのスター軍団の影を薄めるほどの活躍を見せてくれた。ゴールキーパー反応できず、絶望感を与える無回転フリーキック。2005-06 シーズンの第25節に行われたマンチェスターユナイテッド対フラム FC 戦でのスーパーゴール。ゴールから距離がある中、フリーキックのキッカーはクリスティアーノ・ロナウド。大きく助走をつけて不規則な回転をかけて、ボールはゴールネットを揺らす。ゴールキーパーも最初はゴールキーパーから見て右側にボールが向かってくるのかと思い、右側に反応していったが、途中で軌道が左に向かっていったため、ゴールキーパーもただボールを見ているだけで反応ができず、結果としてフラムは試合通じて4点奪われてしまい、大量失点での敗戦を喫することになった。スウェーデンに絶望を与えるハットトリック。2013年11月19日に行われたブラジルワールドカップ欧州予選プレーオフ、
ポルトガル対スウェーデンのセカンドレグでクリスティアーノ・ロナウドは圧巻のプレーを見せてくれた。ホームでのファーストレグを 1-0 と勝利したため、引き分け以上でワールドカップ出場を決めることができるが、後半27分にイブラヒモビッチがゴール左隅にシュートを突き刺しに、1とスウェーデンがリードし、アウェーゴール数の関係からあと1点でスウェーデンの2大会ぶりのワールドカップ出場を決めるというシチュエーションに持ち込むことができた。スウェーデン国民の熱い応援からスウェーデン一色の雰囲気の中、後半32分にカウンターから左サイドを駆け上がったロナウドにボールが渡り、スピードに乗ってボールを運び、最後は左足を一閃、相手ディフェンダーの懸命なスライディングも届かず、シュートは右隅へここしかないというコースに突き刺さり、事実上ポルトガルのワールドカップ出場を決定づけるゴールを決めた。2分後にはとどめとばかりにカウンターから抜け出したロナウドがゴールキーパーをかわして、角度のないところから右足を振り抜き、ハットトリックを達成。ポルトガルが2連勝でプレーオフを突破し、4大会連続6回目のワールドカップ出場を決めた。懸命なディフェンスを手玉に取るドリブル。2010-11 シーズンのラリーが第14節。レアル・マドリード対バレンシアとの一戦。ロナウドが指示を出して1対1を仕掛けるスペースを作り出す。当時ポルトガル代表として活躍していたリカルド・コスタに対し、ドリブルを仕掛け、フェイントを何度も仕掛け、リカルド・コスタの体勢をずらし、ロナウドは右サイドにボールを持っていき、シュートコースを作り出し、右足を一閃。ロナウドの力強いシュートを近距離から放たれたら、ゴールキーパーは反応できず、左隅へ突き刺さったボールをただ見ているだけしかできない。リカルド・コスタも懸命についていったが、同郷のロナウドに及ばず、体勢をずらされた後、ただボールの軌道を振り返り見つめるしかなかった。鮮やかなボレーシュート、レベルの差を突きつけるゴール。2012年に行われたポルトガル対パナマの国際親善試合、 FIFA ランキング5位のポルトガルに対し、54位のパナマと試合前からポルトガル優勢と予想されていた一戦、ラウル・メイレレスの浮き玉パスを胸トラップで足元に落とし、ダイレクトで右足を振り抜く。ボールは強烈なスピードにもかかわらず、ゴール右下へ一直線に向かい、ゴールネットを思いっきり揺らす。相手ディフェンダーのスライディングもものともせずに、ボールはゴールへ向かっていき、ゴールキーパーも反応するが触れられないコースに向かっていった。0-2 からの逆転劇のとどめを刺すジャンピングヘッド。2021年10月20日に行われた、UEFA チャンピオンズリーググループリーグ第3節で行われた、マンチェスター・ユナイテッド対アタランタとの一戦。試合は前半でアタランタが2点取り、スタートダッシュに失敗してしまったユナイテッド。だが、後半から反撃を展開し、マーカス・ラッシュフォードとハリー・マグワイアの右足ボレーでゴールを決め、2-2と同点に追いついた。そして、後半36分左サイドからルーク・ショーがクロスを上げると、長身と努力の積み重ねから鍛え上げられたボディバランスやジャンプ力を駆使し、ディフェンスとの頭上戦を制し、ジャンピングヘッド。コースを狙う余裕もあり、ゴールキーパーが届かない左隅にボールを流し決勝点を挙げる。相手にとっては、名門マンチェスター・ユナイテッド相手に勝利も目の前にあった中、まさかの勝ち点0という結果に終わり、精神的にも絶望感を与えるゴールを浴びてしまった。鹿島アントラーズの奮闘を打ち砕く決勝ゴール。2016年12月18日、日本で行われた FIFA クラブワールドカップジャパン2016決勝、レアル・マドリード対鹿島アントラーズでの一戦。試合は柴崎岳の2ゴールなどで、世界的名門レアル相手に、必死にしがみつく鹿島健闘ぶりが目立つ展開となり、90分経過しても試合の決着はつかず、延長戦がスタートし、日本のサポーターが鹿島アントラーズのジャイアントキリングを期待している雰囲気の中、延長前半8分にスコアが動く。カリム・ベンゼマのスルーパスに反応したロナウドが、右足でトラップし、ゴールキーパー曽我畑仁の動きを冷静に見極め、左足で流し込み決勝ゴールを挙げる。90分全力でしがみつき、
優勝カップを掲げるため意地でも失点を防ぎたかった鹿島アントラーズの気持ちを打ち砕くようなゴールを挙げたが、ロナウドはこれだけでは終わらない。延長前半14分に、トニ・クロースのシュート軌道のパスを軽々とトラップ。同時に飛び出したディフェンスをかわし、ゴールキーパーとの1対1で思いっきり振り抜きゴール上段へ突き刺し追加点。試合を決定づけるゴールに、鹿島アントラーズの勝利を期待していたファンを絶望に追い込み、鹿島ゴールキーパー曽我畑も悔しさを抑えんばかりに下を向き、ゴールポストを両手で叩くシーンが印象的であった。35歳とは思えない打点の高さ。圧倒的なジャンピングヘッド。2019-20 シーズンのセリエ A 第17節。ユベントス対サンプドリアの一戦。1-1で迎えた前半終了間際。アレックス・サンドロが上げたクロスに走り込んでいたクリスティアーノ・ロナウドがタイミングを合わせ、角度のない位置からジャンピングヘッドでゴールを決めた。ロナウドの胸の位置が、相手ディフェンスの頭の場所に来るまでの打点の高さに加え、シュートコースもゴールキーパーが反応できないであろうギリギリの場所に流し込む技術の高さを見せてくれた。いかがでしょうか。世界を魅了する活躍を現在も見せてくれているロナウドの新しい挑戦にも期待が高まりますね。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。